ヤンデレ彼女と付き合う方法。やめとけ。いやー、鈴木圭介だよ。このゲームやっていきまーす。このゲームはね、フリーゲームじゃよくあるヤンデレの女の子と付き合う系のゲームなんですけど、ちょっと違うのがね、普通のヤンデレ系のゲームってね、なんかヤンデレの女の子が主人公男の子にアプローチかけるようなゲームが多いと思うんですけど、このゲームは主人公の男の子の方がヤンデレな女の子に告白する展開から始まるそうです。いや、ヤンデレかどうヤンデレって知っとるかどうかは分からんけどね、ちょっとそこが普通のと違うなって思って今回やっていきたいと思います。始めから、こんにちは。ゲームを起動してくださりありがとうございます。本ゲームには暴力、グロテスク、性的表現が含まれておりますので、苦手な方はプレイをお控えくださいね。わあ、ヤンデレの女の子のがさ、ちゃんとこう冒頭でさ、こう挨拶してくれるゲームってあった？これまで。このヤンデレの女の子すごい礼儀正しいで。暴力、グロテスクはともかく、性的表現が苦手な人はいないでしょ。大丈夫、やっていきましょう。すでに公開済みの PC ゲームカオスストーカーシリーズとは一切関係ございませんので、ご了承の上プレイを楽しんでくださいね。ストーカーのゲーム作ってんのか、この作者。他にストーカーと来てヤンデレって来てさ、ちょっと闇が深いゲームばっか作ってるんだな、このゲーム作者さん。この動画見てくださっとったらすごい失礼なこと言うけどね。静かな朝だ。6畳ほどの部屋で目を覚ました僕は、ゆっくりと布団から抜け出すと、部屋を移動して洋服、なんて読むんじゃこれ、これタンスって読むんか、もしかしてタンスって読むんこれタンスっぽいな、なんかタンスから僕が通っている高校の制服を選んだ。小窓から差し込む朝日が薄暗い寝室を照らす。僕は改めて部屋を見渡した。ユータ、主人公の名前ユータって言うんじゃ。部屋はシンプルな部屋だと言える。ベッドや勉強机、本棚しか置かれていない部屋。テレビぐらい置けばいいのに。テレビの回線ないんか？とても普通な部屋だ。おい、ユータ。お前はシンプルにイケメンやな、お前。え？すごい爽やかでシンプルなイケメン出てきたぞ、お前。顔面偏差値高っ。モテるだろ、お前。どっちかでどう見ても、お前。なんか白衣っぽいに着てるな。寝室着姿から、制服姿へと着替えた僕は、そのまま部屋を抜き出し、軽めの朝食を食べた後、急いで高校へ向かうため、外へと出た。あ、これ制服か。なんか白衣っぽく見えたけど、あ、医学学校とかそういう話じゃないん。あと前ちゃんと閉めろ。ボタンちゃんと止めていけ、お前。全部開いとるぞ、お前。僕の通っている高校は、徒歩10分ほど歩いた場所にあって、自転車通学が許されている、地元では有名な名門高校でもある。名門？学力高いか、お前。何お前、ちょっと、イケメンで勉強もできますよ、アピールしてきたよ。なんかすごい、プレイしている人にマウント取りに来てるな、こいつ、お前。顔面偏差値高くて、頭の偏差値も高いんか、お前。お前、それでさ、親が金持ちで車の運転うまかったら、イニシャルリード高橋涼介やで、お前。僕は家を出て、自転車を飛ばし、住宅地を抜けて、児童公園を右折したところで、僕が通っている名門お嬢様高校の正門が見えてきた。え、お嬢さん、お嬢様？ちょっと待って、お嬢様？え、それって女子校じゃないん？ユータ？お前。おい、お前ユータ？そのまま高校の駐車場へとたどり着いた僕は、自転車を止めてからゆっくりと校舎へと入った。そのまま2年1組へと向かおうとしたとき、何やら視線を感じた。最近、高校の校舎内で女の子の気配を感じるようになっていた。僕に好意を抱いているのか、お前。
なんで姿勢感じてら好意だと思うタイプなお前。お前絶対お前自分のことをイケメンだと自覚しとるタイプの人間だろお前。姿勢イコール好意とは限らんのぞお前。分かっとるかお前。僕は急ぎ足で2階の廊下を突き進んだところで、ふと後ろを振り向くと、科学実験教室のあたりから女の子が隠れている、そんな感覚がした。お前よく分からないそこまで。だけど僕はそれに気づかないふりをした。同時に高校の修行が響いて、僕は慌てた様子で2年1組の教室へと向かっていった。午後の授業は昨日と同じく数学と物理と現代国語と科学の4教科だった。授業が終わって担当教室が教室から出ていくのを見届けてから、僕は廊下へと出た。出たヒロインの西条、なんて読むんだろうな。これなんて読むんですかね。ちょっと待って読み方を勉強してないな。花月じゃないだろこれ。花月って読むんかな、多分そんな気がする。廊下を突き進んだところで女子生徒に声をかけられてしまった。振り向くと目の前にふわふわな髪を揺らす一人の女子生徒が立っていた。え、目の方を先に行くん？ふわふわと揺れるって感じならおっぱいの方面に行くんやけど俺。あとスカート短いな、スカート短いな、この高校。てかこれここの制服か、私服っぽいな、なんか。あと言うたお前、お前ボタン止めろや、さすがにお前。僕は思わず身を固くしめてしまったが、そんな僕の顔を西条かずき、か月は心配そうに覗き込んできた。ゆうたくんだよね。その甘ったるい少女の声に僕は聞き覚えがある気がした。どこかで会いましたか。僕は目の前の女の子へと傷つけないように慎重に言葉を選んで告げる。僕は彼女を知らない。どうやら彼女は僕を知っている様子だった。西条だよ。彼女の名前は西条か、西条な、まず。まず、それ西条じゃなくて西条って読むんか、お前。それは西条だろ、お前。それは西条って読めよ、お前。西条だったんじゃ。かつき。あ、かつきって読むんじゃ。ああ。かつきちゃんって読むんね。西条かつき。僕は、西条という女の子の名前を頭の中で張り巡らされた。数秒間ほど顔を伏せて考え込んでいたが、僕はひらめいたように顔を上げた。彼女は僕の小学校時代のクラスメイトだ。ああ、幼馴染なん。なんで消えていくん？西条、かつきだったっけ？あんま馴染みのない名前やけんさ、なかなか覚えられない。西条かつきと再会したとき、中学校時代の印象と違ったので気がつかなかったのだ。当時、彼女は内気な性格で、どちらかというと、一人で読書を楽しむ、そんな女の子だった。うん、女の子の成長って早いからね。絶対、小さい頃とはね、違うだろうな。特に胸のサイズとか。僕は小学校時代、西条克樹のことが好きだった。一方的な片思いだったけれど、今から思えば甘酸っぱい思い出でもある。だけど、小学校高学年の夏の日に、克樹が転校してしまった、ベタな感じ。場所を移してもいいかな。いいよ。西条克樹は、僕の提案を嬉しそうに、声を弾ませながら、うなずいてみせた。ついでにおっぱいも揺れた。また、あの頃と同じく、笑顔で童貞の僕を、あ、童貞はちょっとさすがに認めたやな。童貞の僕を誘惑するのか。自意識過剰やな。今のやって誘惑とは限らんだろ、お前。わー、これはおしゃれ。これはおしゃれなところに男女二人で来てしまった。これはフラグが立つやつや。フラグが立ったするわ、お前。クララが立ったみたいな言い方で言うなよ、俺も。放課後の帰り道、僕と彼女である、
彼女であるって、お前、彼女認定し始めとるで、お前。お前、もう彼女認定し始めたな、お前。なんか、このゲームの主人公、なんか自意識過剰なところあるな。西条勝樹は、駅近くの喫茶店に入った。窓際のテーブル席へと座ると、紅茶とコーヒーを注文、紅茶とコーヒーを注文を始める。ゆうだくんはいつも紅茶だね。ああ。小学校時代に大好きだった女の子が目の前にいることが信じられなかった。自分は夢でも見ているのではないかと頬を叩いてみせる。すると痛みを感じることができて胸をなで下ろす自分がいた。僕、お前のことが。僕がそう言いかけたとき、ゆうたくんさ、私のことが好きだったでしょう。突然の告白宣言に僕は思わず身を固めた。なんで知ってるん？お前も自意識過剰か？いや、合ってるけどさ。勝樹が子供のような表情で僕の顔色を伺っている。僕はお前のことが好きだった。その言葉は嘘じゃなかった。当時僕は西条勝樹のことが好きだったし、結婚を前提に付き合ってみようと思った時期もあった。付き合ってほしいじゃなくて付き合ってみようってところがちょっと上から目線ですね。そうですか。西条勝樹はコーヒーのカップをテーブルの上に置くと恥ずかしそうに頬を染めた。そんな勝樹の子供のような表情が童貞の僕には可愛いと思えた。私もゆうたくんに話したいことがあって。西条勝樹は頬を染めながらそう口にした。自然で流れで告白の返事を期待してしまったが、僕は思わず身を固めて勝樹へと尋ねる。いや、これ絶対私も好きでしたみたいなパターンのやつじゃん。これでさ、別の話しゃべってたらお前今までの流れ何だったと思ってるんだって話になるからな。ゆうたくんが、なんて、藤野さんから嫌がらせを受けていると聞いたのです。ん？嫌がらせ？藤野さんとは、クラスの不良少女の名前である。いつも、ゆうたくんが殴られたり、ゆうたくんがって、お前、あれ、自分のことくんづきで呼び始めたぞ、ちょっと。やはり、この辺の、メッセージってさ、ゆうたくんの心の中のつぶやきじゃないん、これ。第三者の言葉だったっけ、これ。ゆうたくんがって自分のことくんづくで呼び始めたよ、心の中でよ。蹴られたり、お金を持ってこないと、ひどい嫌がらせを受けるようになっていた。僕は藤野さんからお金を持ってくるように言われている。その額は次第に膨れ上がるばかりで、藤野さんとは縁を切りたいのだけど、縁を切れずにいた。あ、いじめられっ子だったんじゃ。ゆうたくん、藤野さんに弱みを握られているのだ。あのラブホに入る写真が校内へと出回ると、僕は大学になるともうラブホ。お前何してきたんこれまで。お前なんでラブホに入る写真とか撮られてんの。お前フライデーだよ。お前芸能人じゃないやけどさ、お前。なんかゆうたくん、なんかちょっと叩けばどんどん埃出てきそうな気がするな、お前。それに藤野さんの女友達に手を出したからだ。僕はそれを言おうか迷った。西条勝樹に悩みを打ち明けたところで僕の悩みが解消されるわけがない。これは僕が背負っていくべき罰なんだ。話してください、話してください。西条勝樹は同じことを2回言った。僕は西条勝樹に悩みを、選択肢？あ、選択肢出てくるんじゃ。セーブとかできんのかな、これ。できた。まあ、ここまで来たらさ、相談した方が良さそうな気がするな。僕は、西条勝樹西条勝樹に、すべてを話した。僕が藤野さんの女友達に手を出したことも、ラボホで藤野さんの女友達と寝たこともすべて、お前寝とんかよ、お前。
お前さっき童貞とか言っただろ、お前。自分のこと童貞とか言っただろ、お前、おい。寝てるやないか、女の子とラブホで、お前。童貞じゃないだろ、お前、それは。いきなりことだとしても、それは童貞です。それで自分のこと童貞って言うんだったら、そのいきなり事実を、なかったことにしようとしてますね、あなた。気持ち悪がられても、軽蔑されたとしても仕方がない。それが事実であって、僕が犯した大きな罪なのだから、それは取り返しのつかない過ちでもある。僕の話を西条克樹は顔を伏せながら聞いてくれた。僕の話を最後まで聞き終えた頃、西条克樹はコーヒーのカップをテーブルの上へと戻してから口にした。ゆうたくん、大丈夫ですよ。僕がふと顔を開けた時、西条克樹の天使のような笑顔が目の前にあった。本当に彼女のことを天使だと思うほどな笑顔が目の前に咲いている。この後さ、克樹ちゃんがさ、言い出したんがさ、今からでも入れる保険があるんですよとか言われたらお前しばくぞ。今日の朝、藤野さんを殺しましたから大丈夫ですよ。あ、ここでヤンデレ出てくるん？え、こんなところでヤンデレ出てくるん？冷や汗が止まらない。ちょっと出るが早いな、お前。だとしたら。そこさ、え？とかなってさ、一回思考停止して、え？今なんて言ったってなるところだろう、お前。どっちかって言ったろう。いきなり冷や汗出始めたか、お前。考えまとまる早いだろ、お前。さすが名門校か、お前。西条克樹から向けられる笑顔。僕は急に悪感に襲われた。僕は怖くなって西条克樹らが少し離れた。僕も克樹に殺されるのではないかと思ったからだ。そんな僕に構わず西条克樹は言葉を続けた。すごい真っ赤な顔面出てきたね。ずーっとゆうたくんを見ていて思ったの。藤野さんからひどいことをされていて苦しそうだった。殴られたり蹴られたり万引きを強要されたり、それはひどい光景だった。耐えることはできなかった。大好きなゆうたくんの心と体がズタズタにされていく光景に私は耐えることはできなかったの。だから殺したの。この数日間ゆうたくんを監視してました。ゆうたくんが起きるときも寝るときもずっと監視してました。するとあの女が来たから殺してあげたんだよ。西条克樹が僕の背中へと回り込んで僕へと抱きつく。なんて女だ。あと背中に当たるおっぱいの膨らみ。突然狂ったような表情で僕の胸ぐらをつかみ上げた。目と目が合うほどの距離感で西条克樹が僕へと語りかけてくるのだ。僕は彼女に感謝しないといけないのか。僕は言葉に詰まらせた。ひどいよ、ゆうたくんの彼女を殺してあげたのに。お前も私を軽蔑するように見るつもりなんだろう。あざ笑うんだよ。克樹は旅行しの娘だって校内に広めるんだろう。おい、情緒不安定。いきなりすごいこと言い出した。お前、情緒不安定か。お前、ああヤンデレってみんな情緒不安定か。私は警察に捕まる運命なんだよ。私は誰からも必要とされない人間なんだよ。利用価値はない人間なんだよ。西条克樹は僕の童貞を奪おうとズボンへと手を伸ばす。大胆すぎやろ、この女。ここちょっと、待って、カフェだろここ。僕は慌てた様子でズボンのベルトを守りに入る。すると伸ばされた克樹の手が止まった。ふふっ、ははは、美少女高校生である西条克樹がユータの童貞を喪失させようとしているのに、僕も君は童貞を奪われるのは困るんだ。いろいろ突っ込みどころがありすぎてどこで突っ込めばいいかわからんぞ、お前。まず自分で女子高、美少女高校生とか言うんじゃない。あとさ、怖いわ。いろいろと怖いわ、全体的に。お前、喫茶店へと響く絶叫。店員さんの方見てるんですが、助けてください。童貞奪われそうになってます。助けてください。
もしくはみよりのラブフォーを紹介してください。ああ、そうだわ。ねえ、ユータは気になるでしょ。藤野の裸、あいつを殺した時全ての服を剥いで裸にしたんだよ。全裸、そのまま生まれた姿で処理してやった。ユータ君はどうかは知らんけど、俺は気になるな。その藤野さんっておっぱい大きいの？ねえ、ちょっと、ナイスバディなの？もうやめてくれ。ふふふ、むひひひひ、独特な笑い方、独特な笑い方、なんか徐々に出てきそうなキャラクターみたいな笑い方するんじゃないわお前。あいつの胸の膨らみ、太ももの味、そのすべてを味わってやった。私ってレスって感じじゃない。男と交際なんかより女の子と結婚したい気分なのさ。お前どの立場から言ってんだお前。お前の中のお前なんどうなってんのお前。ヤンデレとして出てきたからの思えばお前レズ発言しちゃったよ。太ももの味ってなんだこれは。そう、俺も突っ込みたくなったわ。主人公その反応が成長だと思うな俺は。頭がおかしくなりそうだ。あの優しい西条勝樹がこんなに醜い化け物に変わるなんて。何か言ったらどうなんだよ。てめえも藤野の裸を味わいたかったんだろう。お前は藤野なんかよりも藤野の女友達を味わったゲスの人間だもんな。何言ってんだこいつ。いや女がこれ手出した時点でゲスですから。僕は西条勝樹を突き飛ばしていた。突き飛ばした。何するんだよ、ゆうたくん。女の子に暴力を振るなんて最低な男だよな。口調が最初の頃と全然違うんですけど。僕は思わず西条勝樹を突き飛ばしていた。西条勝樹は尻餅をつきながらも僕を睨み上げてくる。君は私のことが好きなんだよな。この美少女高校生である西条勝樹様の体を味わいたくてうずうずしているんだよな。わかるよ。お前どのキャラや。お前どんなキャラやねん。なんだそれ。これを美少女高校生である西条勝樹様の体を味わいたくてだ。なんだそのキャラ、どのキャラだお前。優しいかな。今文章的にはどうも優しく感じられんのやけど。お嬢様綺麗だったけど。そんなに怯えなくてもいいよ。すぐ殺してあげるからね。殺しに来るんかい。ああ、僕は殺されてしまうんだ。そう思いながら僕の意識は吹き飛んだ。目が覚めた時、喫茶店に警察が到着したところだった。喫茶店の前に警察車両が多くいて、僕の彼女である西条勝樹が手錠をかけられて連行されていく場面だった。ああ、手錠をかけられて連行されていく場面なのに、彼女であるっていう自分の彼女アピールはするんだね。西条。僕は西条勝樹へと声をかける。お前がレズだったとしても、お前のことが好きだからな。え？なんかうまくまとめようとそういう決め台詞言ったつもりだろうけどさ、これまでの情報量がさ、なんか情報量が多すぎてさ、あんままとまってないんだよな。レズだったんじゃって、レズってことにしか目がいかんわ。僕は泣きながら勝樹の背中を見送る。どんな心境してんだお前は。視界を覆うのは赤。僕は許すよ勝樹の罪よ。トゥルーエンド。少女が抱えていたもの。どうしたん、いきなりこのバトルモノっぽい BGM。 それバイオレンスだった時、バトルモノではないんですけどね。なんかゲーム全体が情緒不安定なんやけど。